読めるようにこちらに。なんでさ、俺座ってたんだよ。名前になっちゃうっぽいもん。あ、じゃあクリスもういいじゃん。足ショックリスだ。ほんと？あ、じゃあこの辺ね。やってもらって。編集やってる。よし。あ、よろしく。あ、ありがとう。サンキュー。ようこそお越しくださいました。いらっしゃいませ、こんにちは。いらっしゃいませ、こんにちは。こんにちは。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。すごい選手すごいですね。僕、あの、立っていいですか？あ、いい、いいですよ。なんか、やってましたよね、なんかずっとここで公園ズゾンビって企画をやってて、ここで、あの、集まる人たちの集まる風景だけ撮るっていう、YouTube にアップするっていう企画なんですけど、まあね、今日もひどいもんでしたよ、本当に。もう2時からずっと酒飲んでるからね。だけの映像がアップされると。で、今日はあのニコさんのイベントのためになんかもういろいろ吐き出そうということで、僕はあんまりあの本をすごいあの人に紹介するとかしないし、はいはい、自分が好きなものとか言わないんですけど、自分の好きな女性のタイプについて。そうですね。なんか今まで見たことない、そんなシャツ着てそんな話じゃねえんだ。こっからですよね。だからその T シャツなんですか？そう、いや、まあ、これはあのコインズゾーンです。あの、ここでしか着てこれない T シャツ。あ、そう。だから来るときは、まあ、そうね、積極的に聞いて。今日は一番決めてきた T シャツがこれなんです。あ、なるほど、決まってますね、確かに。じゃあ紹介したいと思います。僕が紹介する本は元谷由紀子のふぬけども悲しみの愛を見せろ。覚えときゃなってました。あと公共料金の支払いが水道が止まりそうな。違う、止まりそう。やべ、今日払うのは明日は。ということで、何が皆さんに伝えたいかということをこれからお話ししたいと思います。元谷由紀子っていうのは、劇団元谷由紀子っていう劇団をやってて、もう19の頃から東京に来て劇団をやろうということで、結構アングラな状態でずっと劇団をやってたんですけれども、その時にあのやったお芝居の、この台本というかその脚本の小説化したもの、多分あの映画で見たことあると思うんですけど、あの佐藤恵理子主演の感動だったかな、ちょっと忘れてたんですけど、映画見ました。見ました。面白かった。実を言うと俺はもう本当ね、映画をね、あの年300本くらい見るんですけど、あの邦画でいい映画っていうのを最近知ったっていうのがやっぱりこのふぬけども、悲しみの愛。吉田大吉、あの監督吉田大吉。で、まあ、本の紹介はここまでにしておきます。実を言うと、これをね、なんで紹介したかったというか、まあ、先ほどの女性の話なんですけども、女性が、僕はすごい好きな女性のタイプがあってですね、女性が、すごい恥ずかしそうだよ。ちゃんちゃん入れた。女性がちょっとなんかその、まあ、苦悩してる姿みたいなものにすごいドキドキするんですね。なるほど。例えば女性が